箱根白金草は、ゲ宝シロカ白金草属の多年草。別名、伊豆白金草。植物体全体に、無毛で繊細である。根茎は、やや太く短く、計2から3ミリメートル、長さ1から2.5センチメートルになり、膜質の輪辺に密に覆われている。稀に、頬枝を出す。茎は高さ5から20センチメートルになり、直立する。 時に高さ三十センチメートルに達する。根室葉は一から四個あり、三室副用で、頂たき小葉は広菱。上卵形から高卵形で、長さ零点四から一点五センチメートル、幅零点五から一点五センチメートル。傭兵は長さ二から五センチメートルになる。茎の中部に付く葉は二個あって耐性し、傭心は三室副用で、頂たき小葉は。 広菱状灯卵型から硬卵型で、長さ幅ともに0.5から1.7センチメートル。縁は二部頭の荒い巨子縁。基部はくさび型となり、葉脈はあまり目立たない。傭兵は基部で部分的に合着する。これによく似る鶴代金草の養身の頂き商用は、騎士状乱型から卵型で、長さ1.5から3センチメートル。 1> 幅1.2から2 4センチメートル、円は、結黒状鈍郷支援となる。夏季は4から5月。茎先に、計6から1 0トルの白色の花が断成するか、2から3個が、中産カ所につき、普通横向きに、やや半開状に咲く。花柄は、長さ1から2 5センチメートルになり、小胞は、普通に小あって、5を小葉状から3新列した葉状の小胞が、 体制し、基部で合着する。壁面状の学編は5個あり、楕円型で、長さ4から8ミリメートル、幅2から4ミリメートルになり、背面はわずかに紫色を帯びる。学編の内側に、小さな壁が5個あり、壁は T 字状で、原部は直立し、オレンジ色で、契約0.5ミ、mm、リメートルの楕円形スプーン状となり、蜜線があって、蜜を分泌し、その柄は、 長さ1 5ト、mm、ルで紅白色になる。湯髄は多数あり、長さ3から5ト、mm、ル、薬は白色で長さ0 5、mm、トル。花糸は上部でわずかに広がる。髄は2個あり中等は登場。果実は袋化で長さ0.5から0 9トルになり、基部で2個が合着して、魚のお上に水平に広がる。種子は、 計0.7から1ミリメートルの球形となり、褐色で表面はほぼ平滑で光沢がある。最初の花が終わると、花の下の溶液から枝が伸びて、より小さな葉と花をつけ、8月頃まで咲き続ける。夏の花は、春の花と比べ小さく、枝が伸びた姿は、春のものと雰囲気を意味する。日本古有種。本州の神奈川県と静岡県東部の箱根と、 伊豆半島に分布し、産地の落葉紅用樹林の湿った臨床や林園などに生育する。このほか、岐阜県の一部と愛知県の一部にも分布が確認されている。種商名箱根瀬は箱根山野の,の意味。和名箱根白金草は箱根白銀草の意で発見された場所から来ている。別名の伊豆白金草は伊豆白銀草の意で理由も同様である。 純絶滅器具、ありがとうございます。